こんにちは、ラナでーす。で、今日のゲストですね、珍しく中国人の YouTuber に来てもらいます。はい、ヤンちゃんでーす。皆さんこんにちは、はじめまして、ヤンちゃんです。とりあえず簡単でいいので、自己紹介、はい、お願いします。はい、皆さんこんにちは。中国の四川省出身のヤンちゃんです。今、来日11年目です。だいぶ長くなりました。まあ、今 YouTube で中国語と中国の文化を紹介しています。よろしくお願いします。なんか私結構こう日本語すごい上手な方とか、まだ日本語そこまで喋れないけどすごく頑張ってくれてる方とか、まあいろんなゲストが多いんですけど、なんかまあやっぱりね、日本で長く暮らしてるっていうことで、こんなに流暢ですごい、バーっていう感じでなんか久々に聞きました。外国人の方から。なんだその日本語もすごくペラペラ。うん、私も10年ですから。あ、じゃあ長いですね。あ、じゃあ。そうです。で、そうしたら、じゃあ、ヤンちゃんになぜ日本に来たとか、同じアジアでもいろんな国があるじゃないですか。うん、そうですね。なぜ日本に選んだとかと、あとどうやって日本に出会えた、そう、なんか何のきっかけで興味を持ったとか、ちょっと。そうですね。私は実は高校まで日本に来ようって思わなかったんですよ。で、中国の大学試験っていうのがあって、なんかみんな自分が行きたい、まず行きたい大学を選んで、その私が行きたい大学はその年たまたま四川省向けに日本語学科と韓国語学科しか募集しなかったから、じゃあ日本と韓国どっちかっていうと、うん、やっぱり日本語の方を学びたいなって思って日本語学科に入ったんですね。そして大学3年生の時にやっぱ日本語を勉強して知ってるから、ちょっと日本に行った方が自分の日本語を、まあ、上達、もっとね上達できるかなって思って日本に来ました。だから中国国内で勉強した日本語はあんまり日本に来たらさ、2年勉強しても皆さん何言ってるのか全然分からなかったんですよ。聞き取れなかったんですし、自分から言いたいこともうまく表現できなかったんです。ただ一番最初行ったところは福岡の北九州市だったんですよ。で、皆さん結構方言で喋ってくれて、ああなるほどですね。さすがにそれはさすがに分かんないですね。なぜ一番最初は福岡に来たんですか？では大学のプロジェクトがあって、その提携した姉妹学校は北九州市にあったから、そのまんまそっちに行きました。どうでした、その時の初めて。でも初めての日本はね、北九州で本当に良かった。今も私はなんか北九州は私の第二の故郷って思ってます。本当に北九州大好きですし、北九州の人もうみんな超優しくて親切な方々ばっかりでした。ご飯めっちゃ美味しいでしょ、なんか福岡そう、豚骨ラーメンとか。豚骨ラーメンうまいね。でもその時はね、豚骨ラーメン大好き。もう一蘭はね、めっちゃ行ってました。はい、じゃあそしたら日本に来るきっかけはこんな感じですね。はい、来たら、もう大好き。正直来る前、ただ日本語を勉強してるから、じゃあ日本に行こうかみたいな感じだったんですけど、来た後に、いや大好きになって、もうずっと日本にいる感じ。ずっと日本にいる感じになりましたね。うん、はい、わかりました。で、そしたらですね、本日のテーマとしては、まあ、日本に来て、日本と中国の感じた違いとか、そういうふうにお話聞きたいと思います。はい、なんかいろいろありそうですね。もうめっちゃいっぱいあるんですよ。もう本当にネタが多すぎて、どれで言うか迷うくらい。じゃあ一番面白いやつでお願いします。面白いやつ。まず、日本と中国結構違うなって思った部分は食べ物系に関しては、まあ、結構違いが大きいなって思って、例えばよくね日本に来てなんか生のものが多いなって思うんですよ。もちろん中国に行った時に日本人は刺身を食べるっていうのは知ってるんですけど、日本に来てなんか魚だけじゃなくて卵とか生卵も生で食べるし、あとは馬とか、馬刺しもあるんですね。あと、鶏肉のね。なんか、そんな刺身みたいなものもあって、もうとにかく何でも生で食べれる。あ、でも、私、ちょっと、まあ、偏見かもしれないんですけど、逆に中国の方が、もうなんか、何でも食べれるイメージがあって、だから、生ものが、普通に中国で、まあまあ、食べ、まあ、刺身は、
確かにイメージではなかったんですけど、うん、多分生卵とか、なんか他に生系のものをなんか食べそうな感じでしたけど。多分生系のもの食べる地域もあるんですけど、ほんの一部の、広東省のほんの一部のところだけで、中国全土は生もの食べるわけじゃないんですよ。で、日本に来る前、中国で刺身、上海で刺身食べたことあるんですけど、全然美味しくなくて。でも日本に来て、日本で刺身を食べたら、もうめちゃくちゃ美味しくて。美味しい。そう、全然ね、中国の刺身とレベルが違うって思いました。違うか。そうです。だから日本に来て、生系のものも大好きになったんですよ。あ、そうですか。じゃあ、生物の中で何が一番好きですか？刺身が、刺身がお寿司とか大好き。で、なんか、うちの親と電話するときに、なんか、ママに、日本の、刺身が美味しいよって言ったら、ママ、そんな食べるものじゃないでしょって言ったのに、日本に来たら、一回お寿司食べたら、もう大好きになった。あ、まあ、親も。ちゃいますね、うん。うちはね、お母さんもまだ日本に来たことないんですけど、うん、やっぱりなんか、そう、ロシアは絶対生もの食べないから。食べないんですか？全く食べない。もう、食べたら、もし食べたら、だから焼き加減が甘かったら、本当に病気になるっていうのはずっと子供の頃から言われてます。だからお母さんに、お寿司食べましたとかっていう話はもうしないようにしてます。何回か言っちゃったことあるけど、すごいなんか30分ぐらいはずっとバーッって怒られちゃうから、もういいや、そう、食べませんっつって。でもそれは日本の衛生管理がしっかりしてる証拠ですね。そうですよね。新鮮だから、まあ、安全だから。知り合いの中でやっぱり生もの食べてお腹壊した人っていうのは、まあ、聞いたことないですね。日本でですか？日本で。まあ確かに、私も日本で今まで、生もの食べてお腹壊した経験一度もないです。ですよね。しかも今思うのは、魚を加熱して調理して食べるのがもったいないって思う。あ、わかるでしょ。あの生の方が美味しいのになんで加熱してるの？あ、そうそう、私はね、別に焼いてもすごい美味しく感じる。なんかサバとか結構好きで、うん、焼きサバとかはすごい美味しいと思うんですけど、でもやっぱり、そう、生じゃないと、ちょっと、もったい、ちょっとじゃない、もったい、すごいもったいない。そうそうそう。あと私は四川の出身なんですけど、うん、まあ四川は結構、四川人は結構辛いものが好きですよ。で、日本に来て、初めて日本の麻婆豆腐を食べた時に、ちょっと衝撃的だったんです。どういう意味？なんか、多分10年前はね、日本ではまだそういう本格的な四川料理がなかった時期に、一回麻婆豆腐を食べたら、なんか、甘くて、全然辛くなかったんですよ。で、それを食べて、しかもホイコーローも、なんかキャベツと一緒に炒めるのを見て、衝撃的だったんです。中国ってどんな感じなの？何と一緒に炒めるんですか？中国のホイコーローは、まず味と日本のホイコーロー全然違いますし、基本ニンニクの葉っぱと一緒に炒めるものです。あ、はいはいはい。そうそうそう。で、日本のホイコーローはなんか、お味噌とか甜麺醤で炒めているちょっと甘い感じの炒めてるもの、これってホイコーローって言うのって思ったんです。でもう一個は日本に来てびっくりしたのは、なんかこう、まあ日本人はね、寒さにとにかく強いなって思いました。わかる。わかりますね。私はさ、ロシア人で、ね、うん、日本って熱く感じるでしょって言われるんですけど、そうそうそう、寒さに最強じゃないですか、ロシア人。ねなんか湿度の関係で、うん、寒さが全く違って、なんか、はい、で、日本だとやっぱ島国だから、うん、風も強くて、うん、風も冷たいし、湿度のせいで、こう、ロシアだと寒さがすごいカラッとしてる感じで、うん、だから、うん、暖かい服さえ着れば、うん、なんかそんなに寒くならないんですけど、日本の場合はね、どれだけなんか上からしっかりしても、中からじゅわーんって寒くなってくる。そう、なのに、日本人は冬でも短パンとか履くんですね。女性は、女子高生とかはね、スカート。あれを見て本当になんかびっくりしました。あれ見るだけで寒くなりますもん。そうそうそう。多分私だけじゃなくて、なんかもう全部ね、日本に来てる中国人は全員驚くと思います。驚きます。東京の、うん、冬は別にマイナスにならないから大丈夫でしょって言われるんですけど、いやいやいや、東京の5度は私のロシアのマイナス10度ってほぼ同じ感覚だから、もうやばいっすよ。そうそうそう。で、なんか一回、小学生の男子たちがなんか短パンを履いて、その日、冬も
雪も降ってたんですよ。雪を降ってる日に子供たちが短パン履いてこうリュックを背負って学校に行くのを見て、本当になんか考えられないと思ったんです。考えられない。たまに、まあ、学校に一人行く時もあれば、うん、なんかあのお母さんがなんかに連れてもらうっていう時もあるじゃないですか、うんうん、はい、その時はさ、一番びっくりしたのは子供がまあ多分制服だから、うん、まあそういうふうに短パンとかいろいろ決まりがあるんですけど、うん、お母さんがすごい暖かくしかしたんですよね。ダウン着て、ごま枕巻いて、なんか手袋までしたけど、なんか子供が短パンで大丈夫これっていう感じで。そうですよね。ありますね。ね、あと日本のレストランに行くと、まあ冬でもお冷やが出される。ああ。それも中国人みんな驚きます。最初は全然慣れなくて、普通に店員さんになんかお湯とかありますかって聞くんですけど、まあ長く住んで、まあだんだん慣れてきました。ちなみに、ロシアのレストランとかに入ると、普通何が出されますか？お冷やですか？お湯ですか？あ、メニュー。お金かかります。はい。ああ、そっか。お金かかります。ミネラルウォーターのみ。そう。あの、水道水ロシアで飲めないから、日本って、まあ、水道水って一応、まあ、無料っていう、だから出してくれるんだろうけど、ロシアでは、もう水道水飲めないし、で、店でミネラルウォーターは、全部、なんか、また飲んだら、こう、ボトルで出てきて、みんなで、分ける感じですね。ああ、逆に、四川では、基本、あの、あったかいお茶を出してくれるんですよ。で、火鍋とかに食べに行っても、あったかいお茶。それは困りますね。あったかいお茶、無料のやつ、あれしかないから。そうそう、あ、そっか、水逆にないんだ。ないです。全く。基本、お茶、あったかいお茶。まあ、あとは日本に来て、びっくりしたのは、最初はね、例えば日本の電車とかでもそうですし、地下鉄、あとは、あの、新幹線、あと空港もそうなんですけど、日本の国内線に、安全検査がないの、結構びっくりしました。まあ私よく国内線もここで使ったりとかするんですけど、うん、まあ普通になんか荷物とかの検査と自分もこういうやつを通るじゃないですか。はい、これ、これのことじゃなくて。あ、国内線あったっけ？国内線あります。ありますが、私いつもやってます。じゃあ、私逆に、あの、海外はほとんど、うん、行ったことないから、うん、はい、大体国内ばかりで。あ、そうですか。ただし、チケット、本人確認してない。あ、国内線。そう。本人確認しないですよね。そう、それはしない。はい、まあ、確かに。そうです。まあ、あと、普通に地下鉄とか、新幹線に乗るときも、あの、安全検査がない。あ、それもないですよね。ロシアはあります。ロシアない。もう全部あります。基本。ない。地下鉄に乗るときも安全検査あります。カバンをね、必ずその中から通る。とにかく、改札に入る前に、安全検査のあのゲート、通らないといけない。でもこれ荷物は別で。そうそうそう、荷物は別で。荷物はその、荷物がなくなったらどうするんですか？あ、でも、目の前にこう、機械は目の前にあるから、こう、荷物をそこに置いて、出てきたらすぐ取れる。でも全部カバン、ちっちゃいカバンでも必ずその機械の中に置かないといけないです。めんどくさい。超めんどくさいんですよ。だから毎回中国に帰ってね、あの、スーツケース、大きなスーツケースを持って、実家に、着くまでは何回も何回もあの安全検査はやんなきゃいけないっていうのがあるんですよ。しかも並ぶの方も並ぶんですよね。ちょっとだけ並びます。少しだけ。私はね、ロシアはないんですけど、旅行でインドに行って、インドの地下鉄乗った時に、それは人生で初めてで、荷物がみんなグワーって入れるから、本当になんか荷物がなんかなくなっても不思議じゃない。絶対気づかない。で、なんか荷物が先に、なんか荷物の方が早いじゃん。そうそうそう。で、人はまだ終わってないのに、荷物先にそっち側に行って、誰かそれを持っていっちゃったらもうどうしようもないな。それはちょっと怖かったですね。確かに。みんなよくこれ毎日やってんだ。でも慣れたらそうするしかないですよね。まあそうですよね。そうですね。まあ、あとは、日本の、あの、携帯電話、分割払いができるのも、なんか不思議だなって思いました。なるほど、なるほど。それは、わかります。なんか中国人から見て、考えられない。携帯分割払い、え、じゃあ先に iPhone をもらって、あとは払わなかったらどうすんのって思うんですよ。でもなんか、ロシアの場合は、こういう分割
払いはシステム自体はあるんですけど、うん、まあ分割払いっていうかなんかクレジットみたいな感じで、あ、はい、まあ店からお金借りて、うん、まあ、パスポート出してお金借りて、はい、まあ後でこのお金を少しずつ返すって感じなんですけど、うん、私そう逆に日本のこう携帯に何がびっくりしたっていうと、うん、だからなんか契約2年契約このプランで契約するともう本体が、あの、無料でもらえるっていうやつ。ありますね。そういうシステムは中国にないから面白いなって思いました。中国はどんな感じですか？やっぱりもう携帯買ってから、このSIMカードを別で買う感じですか？そうですね。やっぱ携帯会社と通信会社は別々だから。ね、うん、そうですね。はい。じゃあ、今日の動画はこんな感じです。楽しいですね。ハラハンさんと一緒に動画撮ると。すごく、なんか、話しやすい。お疲れ様です。はい。はい。で、ですね、一応、ヤンちゃんの、あの、チャンネル用の動画も、私たちはまあ、はい、コラボしてってこの形で撮るので、はい、あの、リンク貼っときますので、皆さんは、ヤンちゃんのチャンネルも、ぜひ見てくださいね。はい。はい、見てくれてありがとうございます。じゃあねー。